Hi, おひつじ座さん。How you doing? I'm Crystal from Honolulu. 今日はですね、おひつじ座さんに12月のジェネラルのリーディングをしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初にね、先月と同じように、ゾロミちゃん、アークトゥースナンバー、エンジェルナンバーで、宇宙からメッセージを下ろしていきたいと思います。はい。おひつじ座さん。12月のメッセージをよろしくお願いいたします。おひつじ座さん、はい、じゃじゃーん、すごい勢いで飛び出しました。888、これね、誰かもなんかね、無限って書いてたかな。とにかく、いい感じです。おひつじ座さんね、直感でね、すごい勢いで動かれているのではないでしょうか。無限大の、末広がり、そしてこういうふうにやっても、見えますよね。はい、宇宙です。これも0に引き続き、8は無限大に広がるアンナンスポッパボ、そして、8が3つですよね。そのままね、進んでください。すごくね、行動力も、元からありますけど、直感力と行動力と宇宙のあなたが、設定した流れがすごく合ってます。はい、この12月、行けるとこまで行っちゃってください。おめでとうございます。そしてたくさんの豊かさが流れます。それは一番欲しい、あなたが、走り続けた先に行く、まず結果ゴールに着地する、到着するがかなり嬉しいと思います。そして、物質的に、ものも、流れ込んできます。クリスマスやら、お正月に向けて、もしかするとボーナスかもしれません。いろんなことがね、たくさんのアバンダンス、豊かさが流れてきます。そしてあなたが思った、必要だなと思った時に必要なもの、情報、人、これがあなたの目の前にマッハで現れてくるのが、これが、8の豊かさの、メッセージの象徴でもあります。もう本当にいろんな四方、いろんな方向から放射線上に、アバンダンスがやってきますということです。おめでとうございます。はい、そしたらね、次は12月のおひつじ座さんに、ラッキーカラーを下ろしていきたいと思います。12月のおひつじさんのラッキーカラーを、教えてください。そしてメッセージも一緒に教えてください。ラッキーカラーを教えてください。ラッキーカラーを教えてください。ラッキーカラーを教えてください。はい、ラッキーカラーを教えてください。はい、ラッキーカラーを教えてください。はい、ちゃちゃーん、わお、シルバー、粘り強く成し遂げる。はあ、そしてね、シルバーってね、個性的なすごいカラーなんですよ。あなたはリーダーだから、もう本当に、風の時代本番が始まるんですよね、来年から。個性をそのまま、もう出してくれてると思うし、その個性がかなり光ります。そして粘り強く、いけるとこまで行ってください。なんせ888ですからね、どんどん行ってくださいね。もうなんかこの2枚目に、結構皆さん体に気をつけましょうだけがちょっと出てるんだけど、なんかおひつじさんは大丈夫そうですね。もう、あの、行けるとこまで12月行ってください。もうあなたの目標通りね、狙いを定めたそこまで行けると思います。行ってくださいね。てか行けるって言ってるんで、でさらにご褒美もいっぱい来るんで。はい、じゃあね、次はいつも朝のスタイフで使っている、エンジェルのオーラクルカードで12月のおひつじさんにメッセージを下ろしていきたいと思います。12月おひつじさんの、メッセージをよろしくお願いいたします。お、すごい飛び出した。元気だ。はい、It's time of decision、 決断するとき。あのね、なんかね、多分ね、走り続けてそこに、多分もう飛び出してると思うんですよね。走り続けて、多分その時点で何か決断が、自分ではもう分かってるかもしれない。あの時、そのところまで行ったら自分はある程度決断しなきゃいけないなとか。例えば今何か、どこかで働かれてて、副業を考えてて、副業の用意をしてて、もう走るだけ走ろうで、すごいとこまで来て、
ね、すごいアバンダンスでいろんな豊かさとサポートが来て、自分で独立、例えばできる、しようと思ったらできる、しなさいっていう、するっていう決断が12月中になされるかもしれませんよね。そんな感じで、これ今一例なんですけど、とにかく何か、今思っている目標を12月中に、リーチ達成、達成とか着ゴールにそのところまで達して、その時点であなたは何か決断するでしょうっていう感じです。ジェネラルなんでね、決断もいろいろだと思います。人間関係かもしれないし、いろいろあると思うんですけど、何かしら決断するときです。っていうか、言わなくても決断できますね、多分お羊座さんはね。それが、待ち構えてる。でも多分決断するとこまでいけるんだっていう感じで、ハッピーかもしれませんよね。今言ったようにね、一例の話で言ったら、なんでね、そのまま何はともあれカードは、そのまま進んで間違いない。すごいサポートも来てるし、ご褒美も来てるし、アバンダンスも豊かさもいっぱい流れてくるんで、とにかく進んでください。そして決断しなきゃいけないことが途中できたら、決断しなさいっていうのは、12月の行って、要は走り抜けて、その自分の思っている目標のところに行って決断するのが12月最後って感じじゃないんですね。途中がまだ決断する時で、まだ先行くよっていう感じがするんで、ちょっと龍神様のカードを最後なんですけど引いてみますね。12月にあなたをにサポートしてくれる龍神様か、or 龍神様からのメッセージを、聞いてみましょう。もうすごい1枚飛び出した、ごめんなさい、ピョンと飛び出したから。ほら、金龍、金わかる？まあもう私がすごいエキサイトしちゃった。まず金は、もうゴールド豊かさですよね。だからこのまず888とシンクロしてますよね。そして、金とシルバー、ゴールドとシルバーは、バランスが取れてるっていうことですよね。はい。そして、金龍、天気、すごいやっぱ天気が訪れます。決断するイコール天気です。まあ何はともあれ悪いようには絶対進みません。よかったらね、888の番号とか、何か、携帯の、スクリーンショットとかで撮ったりとかしたりして、スクリーンショットで自分で何だり、持ってきて、いつも待ち受け画面とかに、置いてください。8って本当すごいからね、末広がりに。あなたは、もう天気を来てる人もいるかもしれないなって思いました。うん、それでね、とにかく天気、素晴らしい天気が来ます。おめでとうございます。楽しみですね。おめでとうございます。嬉しい限りです。楽しみですね。なんかもういい、なんか終わらずにそのままもう2024年始まった感じで進んじゃってくれていいですよ。休まずにっていう感じがしました。はい、ね、よかったらなんかどんなことがあったのか、もしも、シェアしてくれても OK な方は、ぜひぜひコメント欄とか、DM とかで、くださいね。はい、じゃあ Thank you for watching. なんか I'm so excited of your future. 本当におひすりださん、私も本当楽しみです。またね、途中でね、何かリーディングアップしていきたいと思います。今日はね、最後までご視聴ありがとうございました。I'm happy for you. じゃあね、またね、クリスタルでした。ありがとうございました。バイ、ハッピーホリデーズ。